Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ、はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ、今日はですね、タイトルとサムネイルを見ていただければ分かる通りですね、前回、私が買いました、5月になって、あ、違うな、春の最新、虫ルアーの掘り下げ動画を作りますみたいなことでね、こちらの方を、紹介したんですけど、あんまりね、こう深くやらなかったんですけど、今回はその動画です。もうタイトルを見ていただければ分かる通りですね、水槽が用意してあります。その中で自分が今年使いたいであろうこれらの虫ルアーたちを水槽の方に突っ込んでですね、リグっていこうということですね。ちなみにですね、今回自分がですね、この虫ルアーで使うのはですね、いろんなね、ルアーに対応できるような形のワームなんですけど、その中でも、脳進化、進化を使わないリグの方法で、オフセットフックをあんまり使っていって、で、まあ、マス針、やはりいろいろ様々なものは、まあ、って言っても2種類だけなんですけど、をつけて、自分が一番使いやすいようなスタイルでどんな感じで動くのかっていうところを見ていこうと思います。まだね、もちろんね、触ったことあるワームも一つはあるんですけど、ほとんどやってこないワーム、ということでですね、やっていこうと思います。それでは行ってみましょう。スタートです。さあ、まずは2ウェイですね。脇差しの、多分みんなスタンダードで使っている形はこうじゃないかなと思います。落とします。はあ、これがフリーフォールですね。もう一回落としますね。落とします。あー、裏返りますね。なんでかって言ったら、これフックがね、ついてる方向にこれやっぱ重みがよるんで、ぐるっとね。じゃあそのままシェイクしてみます。ボトムシェイク、いい動きですね。吊るしてからのシェイクは本当に強そう。じゃあ次、ネコリグ。続いてはネコリグ。ここに 0.45 のネイル進化を入れました。で、こんな感じで針を縦向きにしてます。多分自分が使うであろう脳進化と、ネコリがメインになってくるので、この2つやっていきたいと思います。それではいきます。落としますね。ほっ、あ、ほな、やっぱりね、進化の方を下にしてしっかりとスーッと落ちてきますね。で、1回地面に当たるとポンポンって跳ねますね。どんどんと動きますね。トントンと。で、これでシェイクしてみます。いきます。これ 0.45 です。 0.45 の動き、ピン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 。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いいね。ちょっと威嚇っぽいような動きですけど、この周りのこのなんていうんですかね、この触覚たち、マテリアルたちがいい感じにね、ゆっくりついてくる感じ、これはいいですね。まあ、あとはカラーの選択で大きく見せるか、それとも水に溶け込んだような感じで小さく見せるか。 0.45 ですけど、これ 0.9 とかでもいい感じがしますね。幅広い範囲の進化を、適用している。 2g から 10g までいけちゃうよという感じですね。もちろん 0.4 とかで 0.9 でもいい動きします。次いきましょう。はい、次は OSP HP バグ 1.5。 自分がこれを使うときは10フックの脳進化オフセットフックだけしかやれないです。基本はもうフォールで食わす。で、ボトムまでつけたらスーッとまっすぐ持ってくるだけの簡単な動き。いきます。落としていきますね。もう本当にゆっくり見せて食わせる虫で、まあ、距離があるところは投げて、ボトムまでつけたら縦にスーッとまっすぐ巻いてくる、そんな感じですね。まあ、本当に沈む虫のスタンダード、簡単な使い方。位相のところに投げて落とす。シェイクしないでスーッと巻いて持ってくる、ただそれだけって感じですね。これはこれだけです。次行きましょう。はい、続いてはヤゴセクター脳進化のマス針チョンガケですね。結構重量感を感じます、こんなに小さくても。さあ、いきますよ。まずはそのフォールに注目しましょう。初めていきます。いきます。お、割とスローだな。あ、頭下がりに落ちていくタイプだ。先ほどのね、HP OSP の HP バグは水平フォールしてましたけど、これは頭下がりに落ちていくタイプだ。頭下がりって感じで、こうどちらかというとズル引きもいいのかなって感じですね。ってなると、このなんか、なんだろうな、マス針フックだとちょっとズル引きは怖いかなと思いますね。結構入り組んでるカバーとかに入っちゃったら根がかりの可能性は大きいし、
って感じですかね。まあいろいろまあまあポンと落としてくんだったらまあこれもいいんですけど、中層キープとかのシェイクに対してはちょっとやっぱ頭下がりなところがあるんですけど、途中でこう止めると今度お尻下がりになりますね。でまあどちらかというとオープンウォーターにパーンと入れて、そしてズルズルと引いていく感じなのかな。ちょっとこれ山の方から引いてみましょうか。上がっちゃう、頭下がりの巻き始めは頭が上がっちゃうから、多分このアクションから見てどんな動きがいいかっていうと、ズル引きも確かにいいんだけど、ちょっとポーンと跳ねさせて、ポーンと跳ねさせて、ポーンというような優しいアクションでボトムにタッチした時に足がブルーと揺れるようなアクション運びでの方がいいのかなと思いました。まあでも一口サイズなんで、そんなにねこう目立ったアクションも必要ないと思います。これがポンと落ちてきたら多分バスはサクッとね、スナック感覚で食ってくれると思いますので、いいんじゃないかなと思います。次行きましょう。さあ最後はジャッカルリボルテージ RV バグ 3.0 大きくなったやつですね。これは20フックのノーシンカーでいきます。今回のコンセプトとしては、自分がね、むしろ使う時のリグはだいたいノーシンカーか猫リグという形でやってきましたが、ほとんどノーシンカーです。これも20フックのノーシンカー。それでは落としてみましょう。どんな感じになるの初めてですからね。いきます、落とします。おー、いい、綺麗な水平ホール。やっぱりちょっとね、まあ水槽自体がね、申し訳ないですが水槽自体がそんなに大きいものではないのでね、上からの映像はめんどくさいので撮りません。こんな感じです。よく見ていただければ分かるように、足がしっかりパタ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 動いてますね。スロー映像でどうぞ。はい、ってこんな感じですね。さあ、じゃあズル引きの様子はどうだろうか。基本やっぱりね、虫ケールはの、オフセットフックでのノーシンカーのワームたちっていうのは非常に安定した水平ホールを見せますね。そう考えたら、まあ、今日はね、ほんと深掘り動画っていうことなんで、いろいろね、いろいろなね、ルアーたちの、その、ちょっと違いとかっていうのも話しますが、まあ、これも本当にズル引きもいい感じですね。足しっかり出てます。まあ、先ほどレンズの、ヤゴセクターに関しても、まあ、この小さいヤゴセクターに合う、まあ、オフセットフックを探して使えば、まあ、このような動きにはなるのでしょうね。きっとね。だ基本、やっぱり、一番いいのは、P ラインで沈む虫とか、飛ばして使うのであれば、やっぱりオフセットフックの方が、やっぱりいい動きになるかもね。あの、マス張りフックっていうのはやっぱり根掛かりもあって、それなりにやっぱりフッキング率もいいとは思いますが、動きに関してやっぱりオフセットフック基準の方が沈む虫、こう水平ホールになって、立ち上がりも良くていいのではないかなと思います。ちなみに気になった方、これ小さいモニター、GoPro 水の中です。落としてます。まあ、この映像も別撮りでね、やってるということです。まあ、RV バグいいですね。まあ、あとはね、小さい RV バグもありますが、大きいのもなかなかいいと思います。サソリみたいでね、なんかあれ、日よけ虫というか、なんていうか、サソリもどきというか、そういった恐ろしい感じもありますが、まあ、ザリガニ、エビ等にも、見られるのではないかなと思います。いいですね。これは、釣れそう。じゃあ、こんな感じでいいでしょうか。戻りましょう。ご清聴ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ということでですね、自分がね、過去の実績でバシバシスズム虫で釣ったのが、OSP の HP バグ、これをですね、20フック、小さめのオフセットフックで、ただもう脳神経で投げて沈めて、でボトムについたら巻いて持ってくるだけの釣りで、片倉でも去年ボートでバシバシ釣ったり動画がありますので、下の説明欄に貼っておきます。 URL からその動画見に行ってください。まあそれはやっぱり自分としては一番基準値としては使いやすいかなっていうところあります。オフセットフック20、それに適したオフセットフックの、シンカーを、重りをつけないやつ、これもいい動きしてましたね。まあ、アルビバグに関しては本当にカバーにガンガン突っ込むよっていうタイプなんですけど、あえて自分の今回のコンセプトの使い方としてはカバーに突っ込まない、そしてオープンウォーターで投げる、磯のために投げる、見えるバスをサイトで取っていくというような使い方をしていきたいということで、このような、ワンを選んだわけですね。ということで参考になりましたでしょうか。それでは今年もそういったねゲームができるように、記憶切実に願っております。以上、スペースホッキングでした。バイバイ。